オクタブ・ラピーズは、フランス・モンルージュ出身の自転車競技選手。1907年、シクロクロスとロードレースのアマ・フランスチャンピオンに輝く。1908年のロンドンオリンピックで、トラックレースの 100km レースに出場し、銅メダルを獲得。1909年に、プロへ転向。同年のパリ・ルーベを制した。1910年、パリ・ルーベを連覇。同年のツール・ド・フランスでは、第5、9、10、14ステージを制する活躍ぶりを見せ、第13ステージ終了後、毎ステージまで総合首位だったフランソワ・ファベールをかわして、総合首位に立ち、最後は4ポイント左右僅差ながらもファベールを退けて、総合優勝を果たした。なお、現在のツール・ド・フランスにおいても、定番の難所として知られる。ピレネー山脈中央部に位置するツールマレー峠が1910年からコースに組み入れられたが、ラピーズは初代の首位通過選手であり、その記念碑がツールマレー峠にある。また、1911年のパリ・ルーベも制し、同レース史上初の3連覇を達成したが、その後同レースで3連覇を達成したのは、フランチェスコ・モゼールだけである。さらに同年から1913年まで、フランス国内選手権、個人ロードレースにおいても3連覇を達成した。1914年のツール・ド・フランスに出場の後、第一次世界大戦が勃発。ラピーズはフランス空軍のパイロットとして従軍したが、1917年6月28日、ムルト=モゼル県のフリレー付近で襲撃に遭い重体。同年7月14日他界した。ありがとうございます。